はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、スーパーマリオメーカー実況プレイやっていきましょう。今回も、作った政治はありません。なんでかって、クリスマスに、スーパーマリオメーカーのコースを作る虚しさ、それを考えたとき、僕は、皆さんの作ってくださったステージを遊びたいと思いました。ありがとうございます。ということでやっていきましょう。遊ぶ世界のコース。はい、やっていきましょう。いいねランキングからプレイしていきます。やる気のないカメラマンということで、これなんかね、もうタイトル見た時になんか面白そうだなって思ったんで、早速やっていきましょう。クリア率 43% ということで、やる気のないカメラマン。とりあえずやってみましょうか。なるほど。なんかカメラが追ってこないみたいな感じなのかな。冷ややっこさんのコース前もやった気がするけど。どんなステージだ？あ？上に上がれと。あ、上に上がれる上がれる上がれ。は？死んだんだけど。待て待て、なんか早く上がらないといけないって感じか。やる気のない、とりあえず連打して。あ、ついてこないカメラが。おい、俺どこ行った？消えた。そういうこと？そういうことかよ。サスケファイナルステージとかの方が良かったんじゃない？とりあえず、楽しいステージだった。いや、あんまり乗り気じゃないけど、やっときましょう、とりあえず。今年もマリオサンタがやってきたということで、素晴らしいな、これ。やっていきましょう、マリオサンタか。僕のところにも来ないかな。メリークリスマスって書いてくれてありますね。素晴らしい。どんなステージだ？あ、なんかすごい。あ、待って、危ない。これもしかして死なないステージかな？なんか出る？あ、なんか金に光ってる俺のマリオ。うわ、めっちゃなんかプレゼントくれてる。ありがとう。なるほど、なるほど。行きましょう。あ、でも簡単そう、このステージは。いいね。サンタっぽくて。え？パツ？こっちじゃない？あ、危ない。落ちる。あ、危ない。ちょ、え？ちょっと待って。ちょっと待って。ごめん。ごめん。多分今のプレイを見て、多分結構イラってきた方がいると思う。でもごめん。今のはちょっと言い訳させてくれ。俺音符ブロック本当に苦手なんだ。音符ブロック、マジで苦手なんです。ここ入るのかな？あー、なるほどね。行きましょう。おー。結構死ぬね。死なないと思ったけど。右に行くと。これ合ってるよね、右で。行くよ。ほい。オッケーいいよ。こっちだろ。やべ！マジか。音符ブロック地獄なんだけど、ここ本当に。入ると。しかも、ところどころに針があるっていう怖さ。なになに？祝福されたけど別に終わるわけではない。あ、パワーブロックが落ちた。下に。別に特に意味はない。で、右に行くと。なんか、マリオサンタのドット絵になってるんでしょうけど、あんまわかんねえな、これ。P スイッチ、落ちた。あ、家に P スイッチは届けてるってことか。そういうこと？マリオサンタって俺のことなのか。なるほど、今わかった。エンドツからプレゼントあげてるってわけですね。P スイッチの届け物とかされてもな。現実世界で使わないだろ。なんだ？嫌がらせじゃねえか、マジで。ワンワンとか。あ！中間地点来た。ラッキー。いいですね。嫌がらせをしていきますね。このサンタ。この金のサンタいいよね。あ、マリオいいよね。さあ、プレゼントだ。あ、このスターはいいよね。俺も欲しいわ、普通に。よし、スターをどうぞ、スターをどうぞ。お前ら本当にスター使うのか？絶対使わねえよな。これ敵に餌をあげてるみたいな感じですからね。俺どんだけド M なんだって感じになってるんだけど。さあ、そろそろゴールが来るかな？まだプレゼントあげる感じ？とりあえず入れと。次の地に飛び立とう。なに？あ、俺へのプレゼントこれ。うおー、すげえフィーバーしてるね。クリスマスっぽい。とりあえず入りましょう。特に感情ないんで、とりあえず入りましょう。で？あ、よし、最後はこのクリスマスツリーからの大ジャンプ。素晴らしい！あ、この BGM いいね。ということで、無事、サンタの仕事を終えれました。次行きましょう。はい、やっていきましょう。視聴者さんが作ってくださったステージです。青色ドクロの宅急便、アイテムマリオ運びます。ということで、アイテム運ぶステージか。やっていきましょうか。青色ドクロってことは、なんか、右に進むやつかな。ジェットコースターみたいな感じの、あれのことですかね。あ、なんだ？とりあえずここにあるぞ。いけないよね、でも。いけない。あ、そういうことか、面白い。青色ドクロが運んでくれてるんだ。え、楽しい。なんかアマゾンの
工場を思い出す。アマゾンの工場もこういうのありますよね。行ったことないけど。あーなるほどね。このこれを使って上に上がれと。はい、上がって。で、こいつが、次まだ新しいのを運んできてくれると。そういうわけですね。おお、右に運んでくれた。面白いこれ。危ないぞ、危険だぞ。よーし、ナーイス。これは楽しいね。おい、怖い。ちょっと怖いぞ。ここ、しっかり置いて。で、こっちへ行くと。次はなんだ？あ、危ない。お前、危ない。今、裏切られたよね。完全に青色ところに。裏切りもしてくるってわけか。気をつけないといけないな。これは、ここをとりあえず、壊して。これ面白いな、これ。結構難しそう。あ、先にこれ多分乗らないといけないパターンだな。待て、これ難しいな。待てよ、すぐに戻ってこないといけない。ほい！よしよしよし、うまくやった、うまくやった。さあ、そして、上は何もないな。とりあえず入るか。え、なに？あ、早く行った方が良さそう。これ、急がないといけないパターン。待て、青色どころ、青色どころ、ちょっと待って、よし。オッケー、これを動かしてから多分いかない。あ、やばい、急げ、時間間に合い、ちょっと待って、それ無理だ。これは初見殺し。あ、待って、早かった。ちょ、早かったー。ちょっと。上で P スイッチ押される前に入っちゃった。バカー。で、しっかり P スイッチが押されてから、入るよ。待てよ、まだ？ OK！ 押された。で、落ち着けば大丈夫。ここしっかり乗って、で、よしよし、行くよ。で、早く急いで。で、これどうしたらいいの？あ、乗んのか？わー、OK！ 中間！よかったー。中間ありがたい。で、これは待てよ。考えろ。まあ、とりあえず乗るんだろうな。で、即入ろうも。危険だから、多分。で、ここも乗ると。あ？え？待て待て、どういうこと？え、待って、行っちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことだ、どういうことだ。で、ここで？あ、なるほど、キャッチできた。そういうことか。ここ行けるってことね。で、入ると。あ、素晴らしい、これ。面白い、めっちゃ。で、こっち入って。多分これなんか、これ乗るんだ。オッケー、で、こっちと。こっち行く意味あったのか分かんないけど。ねえ、回ってるだけだ。完全にこれ罠にかかった、俺。恥ずかしすぎる。なんか子供をあやされてる気分なんだけど、これ何これ？ここに乗れと。とりあえず。乗っときゃ大丈夫だよね。ピースイッチ！ダメじゃねえか。ちょっと。で、ここだけど、ここ多分下に行くんだろうけど、ブロックなんだよね。で、ピースイッチ。ってことはこれ多分持っていくんだろうな、こうやって。結構難しいな、ここ。で、どうやって飲んだよ、これ、マジで。うわ、めっちゃ緊張する。今危ねえ！よし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 、いい、いいぞ、いいぞ、落ち着いて。で、乗る。大丈夫だよね。落ちていいよね。おー、ぐー、怖い。ほんと怖い。なるほど、これが P スイッチ解けるまで待ってと。ここら辺とりあえず、ジャンプでもしとこう。上を目指そう、さらなる高みを。オッケーオッケー。で、乗ると。いいよ。何が起きる？何が起きる？怖い。うわ、ぶねあいつのジャンプ、やばい、怖い。何？え？どうやっていいの？あ、なるほど、ありがとう。俺がすべて片付けてやる。よし。オーケー、草刈りは得意だからな。で、ここ乗ると。で、多分、またここから来るから、バネの力。ちょ、待って。バネの力。で、パウ。めっちゃあるで、パウ。これで、一気に、パーティーだ。あ、なるほど。全部やっていけってこと？うらうらうら。あ、待て。難しい。よし。一個一個やっていかないといけないって感じね。なるほど。素晴らしい無双だ、これは。で、あれ、ゴールじゃね、奥。なんか最後に逆襲みたいなんだけど、あれ大丈夫だよね。ね、怖いんだけど。なにこれ。めっちゃなんか震えてる。ブルックのダンスが始まってる。すべて、やって。すべてやってから行こう。よし。これか。完全に無駄な遊びなんだけど。どっか行ったし、俺。さよなら。面白かった、このステージ。新しいね。いいね。次行きましょう。入れてきましょう。絶対クリアさせるコースを作りました。ということで、クリア率確かに 100% ですね。もう絶対死んでるからな、ほんとに。でも絶対死ねない気がする。Windows XP さんが作ってくれました。ちょっと時代遅れてるね。ということでやっていきましょう。でももうこのコースで死ぬから俺は。なんとかして。絶対死ぬから、やめろ、絶対死ぬ、あ、無理でした。入れていきましょう。マリオも歩けば罠にはまるということで、なんかどこで聞いたようなことわざのようなクリア率 0% です。はい。じゃあ世界初クリア目指します。頑張っていきましょう。罠たくさんのステージか。もうね、本当に死ぬほど罠にははめられてきたからね。もう正直言って、もう僕にとって罠なんて無意味だからね。いきます。絶対ある、まず。ほら、やっぱ、もう、この子は、もう、上もあるんだろう。ないか、さすがに。行こう。オッケー。もう、俺罠とかかかんない。
危ねえなあ。本当に一瞬も油断できねえな、このゲームは。あ、パウ。パウはもらっていくべきだ。怖いな、上からドッスン来るときあるからね。で、またここもあるんでしょ。ほら、やっぱりな。二段ある。ない。よし。もう俺罠一回も引っかからないから、マジで。オッケー。P スイッチ？ちょっと待って、P スイッチ？迷うんだけど、どっちがいいかな？どっちだろう？待て待て、落ち着け？多分だけど。いやー、落ち着け！どっちだ？多分、こうだろうな。一応踏んでこう。あー、怖い、上。うわ、もうちょっと。あ、待て、危ない。よし、パウスイッチ投げちゃったけど。まあいいか、とりあえずここまで来れましたね。で？あ、危ね。ちょっと危ね。なんか、通り過ぎてったよ。ちょ、とりあえず怖いな、こいつ。怖いけど、ちょっと待って、下があるってことは分かったよね。だってドッスン下でドーンってなったもんね。あるよね。ないんかい。はい、やっていきましょう。1画面迷路セカンドということで、前回1画面迷路の1をクリアしたので、今回2をやっていこうと思います。ではプレイ、クリア率 6% でしたね。やっていきましょう。いや、この迷路系面白いからね、もう一発でクリアしたい。とりあえずここに P スイッチがあること確認。なるほどね。あの扉に入るんだ。OK。もう大体分かったけど、今、孔明があることは。でも、避けられなかった。で、ここは？何が出てくる？え、マジで？ちょっとマジで？出しちゃダメなんだね。なるほど。これ絶対一回ではクリアできないよね、なってるな。とりあえず。ここある。はい、確認して。もうでも一回あったらもう完璧だよ。で、上に乗ると。で、ここはバネに張り返されないように。で、ここは？何これ？こら！よし！完璧金パンプキン。で、ゴールまで？行けと？結構難しい。あ、でも、あ、バネ、バネ見てなかった。やばい。あ、でもここだけ消せば。待て、待て、うわ！終わった。終わった。いや、まあ、終わってないわ。あ、時間で終わった。終わってない。扉抜けたらまだ P スイッチ復活するなと思ったけど。でも次でいける。確実にもう分かった。ここだね。あの、ちょっとバネが足を引っ張った。バネがなければ僕はもう勝ってる。今頃もう喜んでる。だから、行くよ。で、ここ。こ！オッケー！いいよ。で、押して、最速で駆け抜けろ。よし。で、ここ飛ぶ。オッケー、いいね。やべ！ちょっと。で、ここ入り込め！で、本当にギリギリに作ってやる、これ。いやー、ちょっとびっくりしたね。もう今回こそは、ノーカットで行くわ。もう前回ね、ノーカットで行くとか言って、ノーカット行けなかったという最大の罪を犯したから。マジノーカット行くから。見といて。完璧完璧。P スイッチ押して、最速で駆け抜けろ、ポッキースイーツ。お前ならいける。しっかりしろ。よく見て。ここ！オッケー、危ね。で、降りて、ここ！はい、来た！はい、来た！はい、来たー！マリオかわいそう。すごい痛そう。ということで、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？スーパーマリオメーカー実況プレイ。いやー、クリスマスに何してんだって感じだけど、とても楽しいです。はい。皆さんはね、どんなサンタさんからプレゼントをもらえますか？もらえますかってわかんないよね。もらったプレゼントをまたね、ぜひ僕に、何かしらで伝えてくれたら嬉しいです。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回のスーパーマリオメーカーでお会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。